f m、MM、エ m リー1 9 2 4 2 9軽機関銃は第一次世界大戦後にフランスで開発された軽機関銃である。f m、MM、エ m リー1 9 2 4 2 9第一次世界大戦以降、フランス軍で f m、MM、エ m リー1 9 1 5軽機関銃に代わる新型軽機関銃としてフランスで開発された軽機関銃である。開発は主に シャペルロウ造形症で開発が進められ、1921年から研究が開始、7.5X59mm 及び 7.5X56mm という弾薬が試作された。1922年に 7.5X58mm 弾薬が試作され、開発中の軽機関銃とともにテストされ1924年に、 f m、MM、m d 1 9 2 4軽機関銃ともども採用された。しかし、配備された部隊にて 7.92X57mm モーゼル弾弾薬と混同して死傷者を出す事故が起き、シャペルロー造兵省は1927年、薬莢を識別しやすくするために 7.5X54mm 弾薬を開発、先の f m、MM、m l 1 9 2 4軽機関銃は、 以降、診断薬で製造されることになった。これが、FMMD1924-29 軽機関銃である。機関部は、基本的に、アメリカで開発されたブローニング M1918 を参考にしたためガスオペレーション方式及び、オープンボルト式を採用。銃本体の2脚の他に、重傷にも固定射撃用の立脚が装着されている。また、 セミフルオート射撃の切り替えがスイッチ式ではなく専用の射撃トリガーが2つ前後に独立して並んでいるといった当時には珍しい機関部となっている。トリガーの内前側はセミオート、後ろ側はフルオート用である。完成した FMA メリー二十四二十九軽機関銃は九百三十年代から量産を開始し百三十八年には 全部隊にて、勝者景気関銃からの引き継ぎを完了している。第二次世界大戦を通して、フランス軍での主力景気感銃として活躍した。その後フランスがナチスドイツにより占領されると、ドイツによる傀儡政権であったビシー政権及び、イギリスに亡命した自由フランス軍などで、FMMLE1924-29 景気感銃は使用され、ドイツ陸軍でも、 補助兵器として、フランス沿岸の防空警備などでわずかに使用されている。大戦終結後は1950年代の中頃まで、フランス陸軍で使用され、インドシナ戦争などで、フランス陸軍に使用されるが、新型のベルト球弾式 AA-52、に汎用機関銃が登場すると、陸軍からは順次取り替えられていった。ありがとうございます。